材料はどれにしよう。これでいいかな。よし、始めるよ。この素材はここでいいや。うん、いいじゃない。この素材はここでいいや。悪くないかも。うん、いいじゃない。これでいいか。それじゃ一気に仕上げる。できた。どの材料を使おう。こんな感じ。それじゃ始めよう。これはここ。よし、いい流れだよ。いいね、いいね。何かいいこと起こりそう。感情跟我就，我们那创作者就跟我就直接路边的琴弦了。これでいいか。よし、出来上がり。冰晶炸弹。これでよしと。プラフター、何か思い出した？はい、思い出しました。私がいつから活動していたのかという。へえ、つまり年を思い出したってことだね。プラフタって何歳なの？本なので年という表現は当てはまりませんが、私は今から500年前に生を受けました。500歳？プラフタってすっごいお年寄りだったんだね。超老欸。ですから本なので年という表現は当てはまりません。ですので年寄りという表現は。500年说怎么保存这么好的。あ、プラフター、ひょっとしてムッとしてる？今ムッとしてるでしょう。してません。それでは私は失礼します。超级闹别扭欸。あ、ごめんごめん、言い過ぎたよ。あのね、私プラフタに聞きたいことがあるんだ。这边总感觉有很脏脏东西。妈靠那边。なんでしょう。500年前ってどんな感じだったの？やっぱり今とは全然違う感じ？有擦干净的。そうですね。率直に言ってしまえば、今とあまり変わりありません。町の様子などを見ても。500年前から劇的な変化は見られないと言ってよいでしょう。へえ、そうなんだ。今と全然違う暮らしをしてたのかなって思ってたから、ちょっとがっかりかも。你不是一点来上课上班？你又变十一点了，是不是？嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。存个档。你那么早上班啊？よし、何を作ろうかな。どの材料を使おう。我爱怎么感觉像 A 片呀？然后 H 片就好了。こんな感じで大丈夫。それじゃ始めよう。これをここに入れようかな。何かいいこと起こりそう。いいね、いいね。よし、いい流れだよ。我们接到100。哦，100耶！干，好屌。仕上げてきた。どの特性を引き継ごう。特大尺寸。これでいいかな。好屌。よし、出来上がり。どの材料を使おう。こんな感じで大丈夫？こんな感じ。それじゃ始めよう。これはここっと。よし、いい流れだよ。うん、いい感じ。こんな感じで。それじゃ一気に仕上げできた。どの材料を使おう。要现在最麻烦就是这个大师手套，还要一套布料啊！干条靠背，这种是布料，布料呢要怎么拿到？どの材料を使おう？布料最麻烦的方式，它是要野兽皮革去变布料。こんな感じで大丈夫？それじゃ
然后我又要野兽皮革才能做手套，被靠背。よし、いい流れだよ。何かいいこと起こりそう。不愉快。下面那个。こんな感じで大丈夫？これは。既然这个没有用。ここに入れようかな。うんうん。校長校長、何かいいこと起こりそう。この材料はここかな。この材料は。ここかな。よし、いい流れだわ。この材料はここかな。こんな感じで大丈夫？九十吗？何かいいこと起こりそう。こんな感じで大丈夫？maybe 再更高一点就是九十喽。よし、いい流れだよ。これをここに入れようかな。五六。こんな感じで大丈夫？大家怎么要求死嘞？うんうん、校長校長。うんうん、校長校長。よし、いい流れだよ。うん、いい感じ。四四、不行。これはここっと。うんうん、校長校長。こんな感じで大丈夫？有办法到九十吗？こんな感じで大丈夫？八十四。然后上面这个有七一耶。八十四。これはここっと。うんうん。校長校長、この材料は、うんうん、校長校長。うん、いい感じ。こんな感じで大丈夫？何かいいこと起こりそう。よし、いい流れだよ。うんうん、校長校長。四六。こんな感じで大丈夫？難哦。これをここに入れようかな。うんうん、校長校長。うんうん、校長校長。この材料はここかな。六五。こんな感じで大丈夫？九十 ，nice。九十。こんな感じでいい？哎呦，好屌哦，九十。六六六六六六六。作ろうかな。材料はどれを選ぼうかな。これで平気かな。これで平気か。よーし、やってみよう。いいこと起こりそうな予感。うまくいってるよ。うまくいってるよ。これで平気かな。ではでは、仕上げのお時間です。こんな感じでいい？こんな、うん、材料はどれを選ぶ？
早安啊，早安啊。どの依頼を。ありがとう。又有人想看扑你的体力啊！ありがとう。真是奇怪。いらっしゃい。他们都会想要看扑你的体力耶。どの噂を。その。ありがとうございます。その。ありがとう。受诅咒的古墓。可以采集到恐怖传说的松二松。いらっしゃい。所以，哎呦，可以拿到二松喽。还不出去拿个二松？看更多可以探索的地点了。不过等级根本不能去那边啊。さて、どこに行こう？我现在等级根本不够啊。看一下，这边应该是九的地方啊，那边应该也是有木头啊，这边应该也有木头啊，岩地杂木林，然后这边可能可以拿到九吧，我猜。有木头啦，二松。干，这好像只有八个，对不对？干八个，怎么北蓝呐？八个刚好不够。随性草莓到底是什么？雷电矿，二松。我知道雷电矿是什么，雷电矿去买就有。后面的在干嘛？走开啊！不要追啊！干什么？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 白目哎！我打架！ちょっと強そうじゃないかな。怎么十等啊？哎！不要！逃跑！该逃了！run 了 ，miss 是啥小干啊！救命啊 ！run 啊！开始回合，你给的 ，nice！ 哎呦，救命啊！别追啊，求你了，对不起啦。次はどこに行くの？白痴哦！怎么办啊，卡关了啦，超级弄不了怪耶，超级弄不了怪耶，怎么办？哇塞啊，超级弄不了怪，再去里面看看，白痴，超级弄不了怪耶，打我一下半条 MP 回了十点，这样你也爽，干你娘。来たけど、まだまだ行ける。たくさん取っちゃうよ。哎呦，捡到木头了，爽！採取、採取。走开！快！
他着了！啊啊啊！このままじゃ！啊啊啊！お邪魔します。こちらは錬金術師の堀江で間違いないでしょうか。はい、合ってますよ。あれ、ガイロン、 あなたはこの間助けてくれた。あの時の子か。これそういえばまだ名乗ってなかったっけ。僕はジュリオ、アダレットの騎士だよ。よくそんな该蠢的都蠢了啦。他是来加入我队伍，他觉得你太，他觉得我太废了。いや、そんなことはないよ。実は錬金術について調べていてね。各地の錬金術師を訪ねているんだ。この町にご年配の錬金術師の方がいらっしゃると聞いて話を聞きに来たんだよ。それ多分私のおばあちゃんのことだと思います。へえ、そうなのか。それで君のおばあ様はどちらに。ごめんなさいジュリオさん、おばあちゃんはもう。そうだったのか、すまなかったねソフィー。辛いことを思い出させてしまったかもしれない。いえ、いいんです。むしろわざわざ遠くから来ていただいたのに。他不会扑了个空啊！他现在知道这个房子里面只有你跟他啦，怎么扑了个空嘞？いや、ソフィーが気にすることじゃないよ。这下该烦恼的是你喽，苏菲。君のおばあ様が使う錬金術が、僕が必要としているものに一番近いものだったんだよ。ある素材をもとに別のものを作り出す錬金術がね。それならば目の前に敵人がいるではないですか。あ、クラフト、驚かせちゃうから急に喋っちゃダメだってば。本が喋るとは、さすが錬金術師のアトリエだね。あれ、案外驚いてない。驚いてないわけではないけど、錬金術の不思議な力はこれまでいろいろ見てきたからね。で、適任ということはソフィー、君も錬金術師なのかい。あ、はい。でもまだまだ未熟だし、ジュリオさんのお役に立てるかどうか。確かにソフィーの腕前は発展途上です。しかし可能性は大いにあると私は考えています。ソフィーがこのまま成長すれば、果てもなく錬金術師を訪ね回るよりははるかに。あの場所で出会ったら何かの導きだというのは、かけてみるのもいいかもしれない。没有人会把心里话讲出来的啊，废物。ソフィー、僕は君の可能性をかけてみることにするよ。君が成長して立派な錬金術師になってくれることにね。这种话呢，通常是一个死宅走出去呢，跟一个七岁的小妹妹讲说：“哎，我决定要赌在你的可能性上，我相信你会继续成长为一个出色的、出色的、出色的。”没错，没错。それまで君の手助けをさせてほしい。没错。錬金術師は素材を取りに危険な場所に行くんだろう。僕は戦うくらいしかできないから、せめて君を守らせてほしいんだ。構わないかな。はい、もちろんです。ジュリオさんが手伝ってくれたら100人力です。可能性。よかった。太有可能性。じゃあしばらくこの町に滞在するから、必要な時は声をかけてくれ。暂时留在这边不太好吧。立派な錬
金術師か。ジュリオさんの役に立てるような錬金術師に私なれるのかな。可能性はあると言ったはずですよ、ソフィー。全てはあなたの努力次第です。うん、よし、ジュリオさんのためにも頑張らないと。ジュリオ成为伙伴了，全军覆没，向彩油地强制送回工坊，材料道具部分丢失，务必小心。Gain 木材从九个变五个，哥他妈的！干，结果朱利欧只是个六等的小废物。No， 六等废物。难过、哦，嗯，何を作ろう？胜者互补，高级卡牌互补。材料はどれにしよう？怎么是布嘞？材料はどれにしよう。没有练等啊，现在感觉起来就是我等级不够高啊，六等太低啦。就是我的老婆啊，不然就是我难度调太高啦。哎呦，兔女郎又来啦。呀哈呀哈，兔女郎又来啦。どの依頼を引き受けてくださるので。想吃蜂蜜。吃死你干。あれ。あれ。ありがとう。ありがとう。燃烧要两个。想让红色冻结。それで。あ、我有啊。どの依頼を引き、あれ、まさか、いらっしゃい、どの依頼を、三種炸弹十倍、哦，雷导之石他妈又是啥小。どの噂？进去啊，练等啊。哦，小乐乐，和服小乐乐。この間の子だ。こんにちは。こんにちはです。最近この辺りにいるよね。小乐乐又被搭讪了。小乐乐，どうしたの？落とし物でもしたの？何か探してるなら手伝うよ。小乐乐穿丁字裤哎。いえ、お店を出すのに良さそうな場所。あ、なんでもないです。気にしないでください。お店？お店出すの？
のつもりで。そうなんだ。実は私もお店やってるんだよ。あ、私ソフィーって言うんだ。你们怎么用的电？主人 always 不在电，不在工房里面。私はコルネリアです。コルネリア。コルネリア。コルネリア。じゃあコルちゃんだね。コルちゃん。よろしくね、コルちゃん。コルちゃん。ダメ？いえ、別にいいですけど。よろしくって。よろしく。よかった。私の家、錬金術のお店なんだ。もしよかったら来てね。イエロースクー。見るだけでもいいし。錬金術。うん、そうだよ。知らない？錬金術。負けられない。私も頑張らないと。どうした？なんでもないです。それじゃあ、私、行くです。あ。ああ。何か怒らせるようなこと言ったかな？还不追小乐乐？哎，肥仔，你妈嘞？呀，ソフィー，いらっしゃい。あれ？今日はオスカー一人で店番？マルグリットさんは？あそこ。あ、休憩中だったんだ。まったく。もうオイラ一人でクタクタだよ。でもいつもはマルグリットさんが働いてるんだから、ちゃんと手伝わないとダメだよ。好好帮他，肥仔。オスカーはすぐサボるんだから。わかってるって。他每天被我打，这带出去打怪，回来还要在守店。母ちゃん。最累。そろそろ変わってくれよ。オイラ疲れたよ。这样就累，你也就站着而已啊。しょうがないね。这么近的地方是有差你。そろそろ戻るとするかね。这样就要回去。二人ともやっぱり仲がいいな。我在想他手上的项链到底是什么？是手指头吗？还是金鱼啊？感情真好。新しいどれを？新商品呢？看看，炸裂莓是啥小？听起来不太安全，还不买个两个？それで毎度。それで毎度。毎度。好喝的水。哦，随性草莓。それで毎度。又买一个随性草莓。赶一千块钱，亏了。喷了一千。ねえプラフタ、知識の大釜の話を聞いてて考えたことがあるんだけど、何でしょうか。もしかして私の使っている錬金釜も新しいものに変えたらもっといいものが作れるようになるのかな。胖子做事啊，不要再哭了。听到没有，胖子做事啊，不要哭了。そうですね、それはあるかと思います。本当？じゃあもっといい釜を作ってみようかな。でも釜の作り方なんてよくわからないや。看那只猫刚刚本来在楼上那边瞪我，然后瞪一瞪就下来。丁丁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 ，你在看什么？丁丁，
刚本来想 让你们看一下他在瞪我的样子，看起来是没办法成功。私が本当？教えて教えて。では教えましょう。教えましょう。